会長さんで、ワードプレスのことをよく知らないパン屋が見たワードプレスです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ダモンテです。ほとんどの人が初めましてだと思うので自己紹介させてもらいます。ダモンテ会長と言います。33歳です。今日のランチを担当しました。2年前に小木島にで、図書館を見て一目惚れして、小木島楽しそうだな、住んじゃおうって言って夫婦で引っ越してきました。半年前に子供が生まれました。イエーイ。今日連れてこようかなと思ったんですけど暑そうだったんでやめてきました。めっちゃ可愛いです。パン屋をしてるんですけども、いろんな職業に今ついてまして、コーヒーも焙煎もするし、家も建てるし、特に左はぬかかさんが撮ってくれた美しい写真なんですけど、僕が返り血を浴びながら大喜びでイノシシを解体する現場が撮られてます。今日の話の内容15分しかないので、そんな難しい話はしないです。難しいことよくわかんないです。島に住んで働いて、そこでワードプレスはどう関わってくるのかっていうのと、僕みたいなほんまのど素人から見たワードプレスの良さ、あとは、僕パンを作るときとコミュニティを作るときの、共通性みたいな話をしたいなと思ってます。最初にもう暑いんで結論だけ言っておきます。もう僕ワードプレスマジで、この中で子供も含めてトップクラスでよく知りません。でも、僕でも使えるし、 でもワードプレス別になくても大丈夫です、僕からすると。でもあったらいろいろ楽しいことがあるよっていう話をします。でもう一つもっと大事なこととして、一人一人、まあ、今回のテーマの、ね、スモールスっていうことですね。一人一人がやりたいことをちゃんとやれば、それが多様性豊かな社会を生み出すと思うし、でその時にワードプレスはもしかしたらその人の背中を押してくれる存在になるかもしれないなと思ってます。なので島と仕事ということで、ワードプレス、初心者ですけど一応頑張ってワードプレスで自分の店のサイトを作成しました。でいろんな人にそそのかされて、ウーコマースっていうプラグインっていうんですね、これを使って EC も一丁前にやってます。でテーマも何にも僕はいじれないので、あのストアフロントっていう一番これ使ってねっていうテーマをそのままあの真面目に使ってます。でカスタマイズも用できないので、わからないときは Google 先生に聞いて、それでもわからないときは島に住んでいるワードプレスの鬼みたいな人たちがいっぱいいるので、その人らに聞いてます。まあ、こんな感じ。あ、写真が、まあいいや、まあ、僕が作ったにしてはまあ上出来でしょう。で僕は何をやってるかって、要するに自分のやりたいことだけやってこの島に住んでます。でそれが仕事になってます。でそのうちのメインの一つはパンを焼くってことです。で実は僕は今まで言ってなかったんですけど、小木島に移住する前パンを焼いた経験が3回ぐらいしかなかったです。で島に来てやばいな、どうしようかな、で奥さんに聞いたらパン好きやなって言ったんで、じゃあパン焼こうかって、奥さんが大好きなパンを焼くことにしました。でも焼き始めてみると、なんかとその変数がすごく多くて、毎日焼くんですけど全く同じパンっていうのは二度と出会えないですね。そういう意味からしても結構飽きが来ないので、割と楽しく仕事してます。で他で言うとイノシシを狩る仕事もしてます。レスト・イン・ピースですね、安らかに眠ってくれという願いを込めて写真を貼り付けてみました。大島に来るまでイノシシのこと何にも知らなかったですし、考えたこともなかったですけど、今は一丁前にちゃんと罠漁で、まあそこそこの収入にはなってます。まあ一つの理由としては、まあ、おばあちゃんとかが畑を諦めてしまったりするのがちょっとかわいそうだなというのもあって、あとは肉が自分でそこら辺をすごく新鮮な状態で走り回ってるって素敵じゃないですか。それ捕まえたら自分のもんですよ。あと1頭につき1万円お小遣いが出るという事情もあります。でこれももう自分の好きなタイミングで好きなようにして、それをお金にするっていう、まあ僕の やりたいことだけやって仕事にしている例の一つです。でまあ今のこの21世紀なので、もう誰だって住みたいところに住めるよと僕は思ってます。でその一つが離島だって全然おかしくないよと。でその全然こういう田舎でも別に自分のやりたいことは全然できるし、それを仕事にすることだって誰でもできると、まあ、僕でできるんだので皆さんできます。で僕は今リアルの店舗も持ってますけど、それとワードプレスとかネットの利用みたいなこともつなげられるし、なんつうかもっと
フレキシビリティ溢れる感じで結構みんなやりたいことできるんだよ、もっとやった方がいいよとか思ってます。で、私の暮らしの上での Mac と WordPress の依存度を僕の感覚でグラフ化しましたけども、僕の人生が青色やとすると WordPress は黄色です。多分もっとちっちゃいかもしれません。もっとちっちゃく直撃でした。でも、まあ、自己委員長とか見てるともう週、1日18時間 Mac みたいな感じですけど、僕は週5分ぐらいしか Mac 使いません。で、まあ、WordPress って結局みんなのもんだし、使い方も自由なので、付き合い方も自由なので、すごいどっぷり使う人もいれば、つま先だけちょっとやって都合のいいとこだけつまみ食いするっていう使い方もできると思います。でもそれは皆さんのようななんかそのギークっていうんですかみたいな人たちがずっと頑張って貢献して積み上げてくださった、その大きい山の一番上だけ僕がありがたく拝借させてもらっているなというのは感覚として思ってます。なのでまあ僕に言わせてみれば、ワードプレスはまあ仕事上のメインディッシュじゃなくてスパイスみたいな使い方をしてます。で EC もしてるんですけども、まあ、EC はちっちゃい子供もいるので時間とかいろいろ大変なんですけど、まあ、EC があると自由に働き方を選べるのと、あと僕たちの全然知らない人といきなりダイレクトに結びつくことができる楽しさもありますし、あとうちの店に来てくれた人が家帰ってから何か頼んでくれたり、ネット上で知ってる人が店に来てくれたりみたいな、そのリアルとネットの連携みたいなのもあって結構僕は気に入ってます。で EC で何を売るかってことなんですけども、うちはまあコーヒーとかパンとか売ってるんですけど、右下はイノシシの肉ですけど、今解体場をうちの中庭に作ってまして、これが完成したら、イノシシの肉が売れるようになります。まあそれはいいんですけど、なのでいろんなセミナーとかもしかしたら行ったら、もう売れるものを考えて売ろうとか言うかもしれないですけど、僕はそうは思いません。売りたいものとか作りたいもので持つといえば、自分が情熱を持って作れるものこそにフォーカスを当てるべきで、それが結局飽きを防ぐことになるし、クオリティを保つコツだと僕は思ってます。で、うちの EC 事情を赤裸々に公開すると、リアル店舗の売り上げは 91% に EC は 9% ってところですね。ローンチ7ヶ月後の現状にしては、みんななんかそういうの詳しいんでよくわかんないんですけど、まあこんなもんでしょう。どってことないっちゃどってことないけど、まあまあいいんちゃうって感じです。理想としてはもっと増やして、休日を増やして、もっと山に遊びに行ったり海に遊びに行ったり子供と遊んだりいろんなことしたいなと思ってます。まあそういうことができるのも EC の力だし、それはワードプレスで動いてるよってことですね。なので、離島に住んでて、でもともと僕はパン作ったこともないし、店で働いたことも修業も何もしたことないです。でも育児中でもちゃんと自分らのやりたいことを見極めてそれをやって、でもそれでちゃんとお金を稼ぐっていうことは諦めずに済むよと僕は思ってます。でそういうことを考えると、ワードプレスの良さって何だっていうと、まあ今日の午前中のセッションとかでもいろいろあったと思いますけど、無料だよとか簡単だよっていう話はいっぱいあるんですけど、それよりも僕が思うのは、他人にハンドルを握られないってことですね。なんかサービスを提供する会社が潰れたら、もう今まで自分の築き上げてきたものがいきなりダメになったりとか、それはあんまりクールじゃないと思うので、どっかの企業に託すのって嫌じゃないって言ったら、僕はワードプレスはいいなと思ってます。自分が自分のハンドルを握るっていう感覚を持てるってことですね。あとはワードプレスの文化、僕も文化を語れるほど何も知らないんですけど、多分こういうことだと思ってるんです。それぞれのプレイヤーが全体にいかに貢献しよう、私はこういうことできるからこういう貢献しますよっていうことをすごく大事にしている価値観がワードプレスコミュニティ全体に浸透してるなと思ってて、今日のワードキャンプなんて半年も前からずっとミーティングしてるんですよ。で先週とかも朝の6時までミーティングしてるんですよ。で昨日ボールペン買うの忘れた言うてんですよ今まで何の話してたのまあでもその個々の貢献は私たちこれできるよって、でまあビビたるもんかもしれないけど、ボールペンをコンビニに買ってきてくれた人がいたりして、それが積み重なって全体の大きな利益になるっていうのを美しいと考える人たちがいて、それはやっぱりで、その大きな山のようなものを無料で配布して、それが使う自由が守られてるっていうのは僕らにとってもありがたいことだと思うし、
まあ、巨人の方の上モデルとでも言いましょうか、そういう文化はすごく僕は外から見てて素敵だなと思ってます。あなたたちは素敵な文化にいるんです。で、最後のところですけれども、パン屋の仕事みんなほとんど知らないでしょうけど、ちょっとだけ紹介しておきます。それがワードプレスにちょっとだけ関わってくるよって話です。パン屋って何すんのって言ったら、多分みんなパンを作って焼くことだと思うかもしれないですけど、まあ不正解じゃないですけど、僕が言うには、いかに発酵、酵母が発酵する環境をメンテナンス整えるかっていうことが全てです。つまり酵母っていうのは直接アクセスできないんです。言うこと聞いてくれないですし、叱っても給料を払っても働いてくれるわけじゃないです。なので彼らの機嫌を取って彼らの、パフォーマンスが最大値になるようにもう機嫌を取って、でしかもベストな環境を先回りして用意しとかなあかんっていうのがあるんです。ここを用意しときましたんでこっちで働いてくださいよってお願いする感じですね。でそれはとっても時間がかかります。世界一のパン屋をいきなりどっか連れてきても多分いきなりいいパンは焼けないんです。すごく時間がかかるんです。ということから考えると、ベーカーってパン屋さんっていうのは、まあブレッドメーカーと考える人もいるかもしれないですけど、僕の言わせてみればそれはコミュニティ、ちっちゃなミクロなそこに宇宙があって、そのコミュニティをマネジメントしてる人だというふうに言うことができます。でもし今日のランチのパンが美味しいと思った人は、それはなんで美味しいかというと、そのパンの中に含まれる生物学的な多様性が美味しさを感じさせるんです。これ風味が全然違うんです、本当に。ちなみにパンのことよく知らないでしょうけど、大体作り方こんな感じです。ご機嫌なキックスターターをもうおとなしくしている水と、粉のところに入れて、適切な環境で適切な時間をとって発酵させれば、ご機嫌な多様な連中が一気にドーンと増えるっていうのが基本的な発酵です。これだから僕らがキックスターターでもいいんですよ。僕らが今日この話をして家に帰って、こんな顔してる家族にこんなあったでって言ったら家族がご機嫌になるかもしれんし、もしかしたら実行委員がキックスターターで僕らがこの右の人かもしれないです。こうやってこのフィードバックをお互い与え合って、お互い刺激し合って、いかに動的な状態、多様性を持つ状態に持っていくかっていうのがパン屋の一番腕の見せ所です。で、美味しいパンを作る工房は人間に例えるとこんな感じです。超ご機嫌で多様性マックスウェイって感じなのが工房である。ということからすると、パン屋から見たワードプレスっていう話をすると、結局人間一人であろうと工房一粒であろうと、その力は全然大したことないです。工房一個でパンは作れません。でもそういう人たち、そういうものたちをアクティブな環境やし適切な環境に置いたときに、でそれがその群となったときに大きな意味を持つようになると。まあ、このワードキャンプもそういう意味においてはとても意味のあることだと僕は思ってます。でその個人個人が自分のやりたいようにやるぜっていうのがきっと多様性を生み出す源泉だと思うので、その多様性の維持拡大っていうのに常に舵を取り続けることが、このコミュニティ、特に豊かなコミュニティの維持拡大につながると僕は思ってます。まあ、なので結論としては、みんなやりたいことやろうぜってことです。一人一人の仕事はもしかしたら無意味に思うかもしれないですけど、そういう人を見たり聞いたりした人がまた自分のフィードバックをもらうわけですし、一人一人の仕事が全体の多様性を生むってことです。で、そういうことから考えると、まあ、言ってみれば全体の利益になるから、みんなさっさと自分のやりたいことやった方がええでっていう話です。でもしかしたらワードプレスっていう、その個々の自由をとても尊重する文化を持つテクノロジーっていうのが、僕らみたいなスモールスを世界につなぐような架け橋になってくれるかもしれないなと僕は思っております。ということで、この機会を与えてもらった実行委員長と副実行委員長の西川さんと糠川さんと、ここに来てくれた皆さんにありがとうと言ってセッション終わります。すごい、あと30秒ちょうどよくないですか。ありがとうございます。